竹灯籠およそ1500本が通りを照らすイベントが25日夜、今治市玉川町大野の玉川近代美術館周辺で初めて開かれました。暗がりの中、暖かな光に包まれた道に家族連れらの賑やかな声が響きました。音楽と竹明かりの夕べ、ピカソ通りでバンブーナイトは、放置竹林の竹など豊富な地域資源を使って地元を盛り上げようと、 NPO 法人玉川彩光と美術館が主催しました。竹灯籠には玉川町内の保育園児と小中学生らおよそ420人が描いたイラスト付きのものも含まれ、地元の丹生川温泉に浸かるバリーさんなど力作が揃いました。訪れた人たちは自分や友達の作品を探しながら、ピカソ通りと名付けた美術館沿いの市道300メートルほどを散策していました。